震度6強の地震ということで福島県沖で発生しましたが、はい、その後のこの揺れに関しては現在どのような状況となっていますでしょうか。そうですね、はい、何回かの余震が発生をしております、はい、午前1時前には最大震度4、マグニチュード 5.6 というような、はい、強めの余震もありまして、引き続き地震活動は続いているということになります、はい、でこの後なんですけれども先ほどのこの23時36分頃の地震が、マグニチュード 7.3 という、大地震でしたから、この後もマグニチュード5クラスあるいは6クラスの余震が、続く可能性があります、はい、引き続き強い揺れに対しては警戒が必要な状況ですね。はい、そして津波の情報が先ほどご覧いただきましたけれども、はい、石巻港から観測されまして高さ 0.2 メートル、そして相馬、いわき市などでも微弱と観測されていますけれども、この先もこの津波など押し寄せる恐れというのはどうでしょうか。そうですね、はい、この後も続くものとみられます、はい、この情報ですけれども1時40分に気象庁が新たに出してきたものですね、はい、1時5分に石巻市で20センチでこれ上昇中という情報です、そして相馬は0時29分、いわき市小名浜が0時36分微弱という第一波観測しているんですけれども、この微弱というのは、ね、10センチ未満という意味になります、うん、はい、高さとしては非常にこう小さいものではあるんですけれども、うん、はい、一旦こう海面に波が生じてしまう、津波が出てしまうと、これが、ね、比較的長く続く可能性があります。まだこの10センチ20センチというレベルですとそんなに高い津波には思えない方も多いと思うんですけれども、はい、この1回目だけではなくて、ね、その後続く波が高くなるということもよくあります。引き続き海岸には絶対に近づかない、これは継続をしてください、はい、一方津波注意報のレベルですと例えば堤防を越えてですね、この住宅地に波が押し寄せる、うん、そういったレベルの津波ではない、そこまで高くはないので、はい、海あるいはこの河口付近に近づかなければ、はい、安全は保たれると思います、逆に言いますと海沿岸部には近づかない、これは、ね、続けていただきたいと思います、はい、この先もこの注意報が解除されるまでは安全な場所でお過ごしいただきたいと思います。またこの、揺れの大きかった地域を中心にですが、はい、ライフラインなどの影響も大きくなっているかと思います、はい、まだこの影響というのもこの揺れが続いていくと長引く可能性というのも考えられますよね、はい、そうですね、はい、関東あるいは東北で、多数の、停電が発生をしている状況ですね、はい、で強い揺れに見舞われて、これだけ広域で、停電が起きるということは、変電所の方あるいは発電所の方が、揺れで安全装置というのがあるんですけどね、うん、強い揺れになると自動的にその停止をする、そういった措置を取ります、これによって、広域で、停電が発生しているということになるんですけれども、はい、今回ね夜間、引き続き迎えております、余震などがこの後も続くことが想定されます、引き続きですね落ち着いて行動するっていうところが心がける必要があるのと、はい、落下物などが発生していてもねちょっと状況が真っ暗でよく分からなくなっている可能性があります、例えばこの後こう行動するとき、はい、例えば避難もそうですし家の中で、行動するときに足などをね落下物でこの割れたお皿があったり、はい、ガラスが割れていたりするなどして怪我をするってことはねよくあります、この後この先ほどのこの23時36分の地震で、例えば大きな被害がなく経過されているところでもそういった次の余震に備えて、棚の上のものは実際にもう下ろしておくとか、あとは足を怪我をしないように、スリッパなどは必ず履いて行動するとか、はい、そういったものは、ね、継続していただければというふうに思いますね。はい、わかりました、引き続き地震の情報、津波の情報には注意していただきたいと思います。